空港の待合所の前にはインツーリストのマイクロバスが私たちを待っていた。ドモジェードボという名のこの空港は最近モスクワにできた4番目の空港でソ連最大のものだという話だった。まだ拡張中らしく、ブルドーザーがまるで巨大なバリカンのように見事な白樺の原生林を切り開いていく。滑走路のそばに数頭の牛が寝そべっているのが見えた。バスは時速100キロは出ているだろうと思われるスピードで白樺林の中の直線道路を走り続けた。しばらくするとおとぎの塔のような奇妙な高層ビルと市街が見えてきた。モスクワの街は雨だった。6月の半ばというのにまだ肌寒い感じなのだ。インツーリストが私に割り当てたのはホテルナショナルという恐ろしく古風なホテルだった。広場を隔てて歴史博物館の真っ赤な建物があった。その背後右手にクレムリンの胸壁と高い塔が見えた。私が通されたのは天井の高い清潔だが殺風景なツインの部屋である。3食付き1日14ドルのペンションクラスとしてはまあまあのところだろう。少し疲れていた。靴のままベッドにひっくり返っていると突然机の上で電話が鳴った。受話器を取り上げると歯切れのいい日本語が響いてきた。北見さんでいらっしゃいますね。こちら大使館の知らせですが。ああ、これはどうも、と私は間の抜けた返事をした。知らせという大使館員のことについては森島から聞いていた。今度の仕事の面倒を見てくれる大事な男だという話だった。それにしても、つく早々向こうから電話をくれるとは意外だった。相手のことをエリートコースを突っ走っている典型的な外務官僚と聞かされていただけになおさらだった。お前が知らせと喧嘩さえしなければ仕事はクブ通り成功なんだがと森島は船が出るまで繰り返し私に念をしたものである。私はできるだけ丁重に言った。今着いたところです。明日でも早速大使館の方へご連絡いたすつもりでいたのですが恐縮です。仕事の方は明日で結構です。ところで今夜のご予定は、もし差し支えなければこれからどこかで一杯やりませんか。でもお疲れかな。大丈夫です、お供しましょう。9時に1階のロビーで会う約束をして私は電話を切った。飛行機の中で感じたあの重苦しい気分は幾分収まっていた。私はシャツを着替え、濃紺の背広を出してハンガーにかけ、急いでひげを剃りにかかった。約束の時間の10分前に私は部屋を出て1階へ降りていった。知らせは9時5分前に現れた。長身で浅黒い皮膚をした切れ者らしい青年だった。彼はロビーを落ち着いた足取りで横に行ってきた。北見さんですね。彼は少し離れて立ち止まり、私の全身を首をかしげるようにして眺めた。よくいらっしゃいました。お会いできて嬉しいです。翻訳長のそんな挨拶が不思議に温かい感じで私の耳に響いた。彼は眼鏡の奥から古い友人を見るような目で私を眺めていた。型通り名刺の交換を済ませて私たちは外へ出た。そしてすぐ近くのホテルモスクワへ向かって広場を横切って行った。外交官や特派記者などが集まる外国人専用の酒場へ行こうという知らせに、バンドの入っているクラブが見たいと私が頼んだのだ。ホテルモスクワのレストランは今が最も混み合う時間らしかった。客のざわめきとタバコの煙、何か酸っぱい匂いと音楽と球児たちの叫び声、フラワーで鍵っぱなの老人が色白の美しい少女を抱いて踊っている。それを見下ろしている天井や柱の時代がかった彫像たち。食事は飛行機でお済みでしょうから、コニャックでも飲みますか、と知らせが球児に指を鳴らしながら言った。
東京から見えた方は大抵エレバンのコニャックとキャビアを注文なさるようですがね、僕はビールにしてください。キャビアも苦手なんですが、食べ慣れないもので。ここのビールも悪くありませんよ。しらせはチェコのビールと鮭のイクラを注文し、さらに牛肉の煮こもりと赤カブの酢漬けを追加した。少しキザっぽいほど鮮やかなロシア語だった。彫刻で飾られた古い額縁のようなステージで新しい曲が始まった。人気のある曲らしく、部屋のあちこちで拍手が起こった。演奏しているのは8人編成の女ばかりのバンドだった。ドタドタドタと草競馬の調教みたいなドラムが鳴る。スティックが爪楊枝くらいに見えるヘビー級のジョジョフだ。メガネをかけた猫背の女はショパンでも弾くような手つきでピアノをまさぐっていた。バイオリンが2人、自分の番が来るのを真剣な顔で譜面を睨んで待っている。曲そのものは明らかにジャズだった。からしの代わりに蜂蜜を塗ったホットドッグみたいな演奏だが、それはそれでまた楽しくないことはなかった。しらせが靴先で軽くシンコペーションのリズムをとっていた。私が微笑すると彼は慌てて足を引っ込め、赤くなって少しどもりながら言った。専門家のあなたから見ればこんなものはさぞひどい演奏でしょうね。そんなことはないですよ、と私は言った。私はこの有能な二等書記官がなんとなく少し好きになりかけていた。これはこれでスラブ風のフィーリングがあって面白いじゃありませんか。ビールもうまいですね。今夜は運よくピルゼンのビールを持ってきたようです。バンドはマイアミビーチルンバをやりだした。どう聞いても陽気なラテン音楽には聞けなかった。シベリアの森林伐採でもやっているような重厚な演奏である。ところで、日ソ芸術協会と五位物産とはどんな関係があるんでしょう。よかったらお話願えませんか。タバコに火をつけながら私は聞いた。シラセは金鉱色の美しいイクラを黒パンに乗せて口に運びながら私の顔をじっと見つめた。私はまた森島氏から万事お聞きの上でいらしたんだとばかり思ってましたよ、と彼は言った。そして続けた。つまりこういうことです。日本の財界が最近の雪解けムードに伴う日ソ間の通商拡大に非常な期待を寄せていることはご存知でしょうね。いずれきっと将来問題となってくるシベリア開発を当て込んでいるわけです。そこで大きな商社間では競争で対ソ接近工作が展開されることになる。だが相手は韓国やインドネシアとは違うし、またアメリカへの遠慮もあるというわけだね。あまり露骨な接近策も取れない。そこで直接的でない文化的な交流活動が必要になってくるのです。五位物産の老会長や社長らは日ソ芸術交流の推進者としてもソ連政府側に知られているのだと白瀬は説明した。彼らは財界人としてではなく、日ソ芸術協会の役員としてたびたび放送し、またソ連要人の訪日に際しては彼らを教会の名で招いて信仰を深めているというのである。白瀬はその事実を冷静な口調でいくつかの例を引いて私に教えた。ライバルの山陽商事でも今になって五位物産の辛抱遠慮に気づいて慌ててるようですな。ソ連の要人と日本の財界人の間を取り持つのが森島とあなたというわけですか、と私は二等書記官を眺めながら冷めた気分で言った。そして僕がその使い走りってわけか。私は本省の出先の人間ですよ。その問題に関して別にこれという個人的な見解はありませんね。白瀬は素早く役人の声に帰っていった。明朝10時に大使館へお出ましになってください。私たちは立ち上がり勘定を済ませて外へ出た。白瀬はタクシーを拾い、私は歩いてホテルへ帰った。部屋に戻って窓を開けると、夜の空にニコリスカヤ島の赤い星が異様な大きさで輝いていた。その下にクレムリンが暗く重く横たわっている。
どこかでライラックの強い匂いがした。再びあのやりきれない憂鬱がゆらりと頭をもたげるのを私は感じた。